この映画は原宿を舞台に寿命が迫った銭湯の店主秀夫と彼を迎えに来た天使翼の最後の7日間を描いています。残りの7日間をどう生きたいか、自分の人生を見つめ直す役です。弟の秀太が事故をきっかけに失明してしまって部屋に引きこもってしまうんですけれども、7日間で何ができるかみたいなところがストーリーの肝になっていると思いますね。僕の役は天使役ということで、秀夫の魂を天界とかに運ぶ役になってます。人間がこういう風に感じるっていうのを分からないピュアな状態なので、7日間で人としての気持ちを理解していく、そこを見ていただければなと思います。私が演じる愛子という役は秀夫の弟の婚約者で、事故機に疎遠になってしまったんですけれども、天使の出現によって修復されていくという役どころです。家族の大切さだとか友人の大切さだとかを感じ取ってほしいなって思ってます。この映画は私が CM に出演している吉野節光さんに特別協力いただいております。